とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。先日、高難易度デイリーのトゲクエストを近接でクリアしました。その装備が、これでしたね。覆われた怒り、そして、勇者のアーマー、ポーションバリア、クールダウン、影の突撃、ですね。で、その後でも、この装備ずっと使ってるけども、これ、今現状で最強に近い、ビルドだと思うので、今日はもう一度紹介したいと思います。前回の動画では、トゲクエスト行ったんだけども、あそこ、魂が5倍入るとこだったんだよ。5倍だったら、さすがに、この影の断片、切れないよね。そんだけソウルが入れば切れない。今日は、5倍入らない場所のデイリークエストをやっていきたいと思います。ここ。だね。モブの速度 50% アップ、遠距離モブがゾンビに変わって、自分が衝撃波のエンチャントを装備してるっていうところか。うん。ここのボス、トゲを装備してます。さあ、いけるんでしょうか？行ってみましょう。それでは行きましょう。まずソウルですけども、影の突撃で1体あたり16個でしょ？そして流れ込む魂でさらに1、球根で1。で、運が良ければプラス6。で、残忍の魂のクロスボウで、2か。うん、かなり魂の入手率は高いと思いますけども、どうでしょうか？もうほんとね、これ弱点がほぼほぼないんじゃないかと思うんだよね。だって、まずトゲ大丈夫でしょ？トゲが来てもポーションバリアがあるので対応できる。帯電が来ても、まあ、ポーションバリアで対応しますよね。で、同じく、やけど大丈夫だね。で、変更なんかも、まあ、弓を使わないから、まあ、全然意味のないエンチャントです。ほんとこれ、弱点が見当たらない。それぐらい、素晴らしいやつだと思うんだけども。やっぱこれね、ちょっと一回使ってみないとわかんないと思うんだけども、本当に強い。強い。やっぱ慣れは必要だよ。若干、戦いに、慣れは必要になってくるんだけども、慣れてしまえば、全然余裕。その慣れっていうのが、ポーションバリアの9秒間だよね。あの9秒間が、若干慣れが必要。どうしてもね、9秒過ぎた時にダメージを受けたりすると、結構もらうもんね。なので、そこを、慣れて、しっかりとね、対応していければ、すごいいけると思う。どんなところにだって、いけるよ。いや、これ見にくいな、本当に。すっげえ見にくい場所。はい。で、これはね、もらい物なんで、ちょっとパワーが251なんだけども、このエンチャセットの263、もうちょっと探したいところだね。あ、できれば、あれか、ポーションバリアでしょ？で、クールダウン、影の突撃。で、ここをね、俺は、毒フォーカスが欲しいかな。やっぱり毒フォーカスあると、ダメージ上がって、あー、いけない！あー、取れなかった。まあいいや。毒フォーカスはね、ダメージアップにすごく貢献してくれるんで、欲しいんだよね。まあまあ、でもこれは、もらい物ですごく大切にしてるやつなんで、これはこれでいいんですけども、まあ自分で、263のやつをタワーで出したいところですね。まあこの、なんともないクエストは、全然余裕で、いきたいと思います。じゃあ、このエルダーガーディアンとか来ちゃっても、ワンパンよ。2億6千2億とか行く？行くか。そうか。えらい火力だな。いやね、全
全く問題なく終盤まで来れてますね。うん、死ぬ気配はもう一向にない。うん、まあ、ちゃんとねポーションバリアのところを見ていかないとさすがにねダメージ受けちゃうんだけども、そこさえしっかりしてればないかな。このビーコンもねずっと持っていけるっていうのもいいよね。うん、これぴょんぴょんやってるとこれ持てないんだけども、この近接だったらば持っていけるっていうのがすごくいいんじゃないですか。あ、反対側にこれ多分キャプテンいたよな。確かここはキャプテンがいるスポットだったと思うんで倒していくか。いや、いない？あ、まあいいや。ここある程度減らしてから行こう。ポーションバリアのあの秒数が表示されなくなったね。こうなってしまうとちょっと厳しいな。うーわ、なぜ？あー、トゲだった。トゲかよ。ちょっと待って、あぶねー。急なトゲは死ぬわそりゃ。なぜ死んだかちょっと一瞬意味が分かんなかったけども、トゲね。もう確実にポーションバリア使っていかないとな。うん、油断して使っていかなかったら、まあ、今みたいな事故もね、まあ、起こるので油断せずにいかなきゃ。まあまあまあ、とりあえずもうボスだし大丈夫です。行こう、行くぞー。もう、ああ、全然余裕じゃん。ただトゲで反動ダメージは受けたか。ああ、こいつはあれだな、ちょっとリフレッシュが効きにくいか。あ、いや、そんなことないか。まあ、いざとなったら影化してね、待っておけば大丈夫だし、余裕です。オッケー。じゃあ、うん、これでしっかりと、ダメージをね、軽減していけば、余裕じゃん。やっぱり、この、防具は、防具っていうか、このビルド？うわー、あっぶねー。つえーな。ちょっと待って、いざとなっても全然余裕で、あ、死ぬかも。おお、トゲで死ぬかと思ったけども死ななかったね。終わりですね。はい、おい。トゲトゲトゲ、油断しちゃダメっていうことですね。はい、あ、バブルバースター出ました。まあ、クリアしましょうか。いやー、まさかだったね。うん、まあまあ、油断せずにね、ちゃんとポーションバリア張っていけば大丈夫です。で、別にね、ソウルが枯渇することもなかったので、うん、ソウル何倍とかいうクエストじゃなくても、全然余裕で使っていくことができます。これは素晴らしいね。では、報酬、最後見てみましょう。確か弓だったような気がする。ハプーン、うん、外れですね。2つバブルバースターが出てたな。外れ外れ、はい、両方外れです。はい、ということで今日はこれ、勇者のアーマーのポーションバリア、クールダウン、影の突撃、影突ビルドプラス無限ポーションバリアやってみました。これマジで強いです。本当におすすめできる近接装備。まあまあ、今はね、近接の方が使いやすくなってきてるので、間違いなくこれは最強の一角になると思います。使ってみてください。探してみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。